オルガ・ビジンガー・フローリアンはオーストリアの画家である。風景画や花などの生物画を描いた。19世紀末のオーストリアで流行した上司的印象主義のスタイルの代表的画家である。ウィーンで生まれた。19歳から絵の個人教授を受けるが、あまり上達を見せなかったので、両親の勧めで有名なピアノ教師、ユリウス・エップシュタインにピアノを習い。 1868年から5年ほどピアニストとして活動し、ある程度成功したが、手の怪我でピアニストを引退しなければならなかった。30歳で絵の修行を再開し、はじめアウグスト・シェーファーに学び、1880年から常習的印象主義の中心的な画家、エミール・ヤーコップ・シンドラーに学び、シンドラーらと写生旅行を行った。 35歳でキュンストラーハウスで開かれた展覧会に出展した。1880年代後半には、オルガの絵のスタイルはシンドラーから離れ、独自のスタイルに移っていった。ウィーン分離派の展覧会にも出展した。パリや1893年のシカゴ、バンコク博覧会の女性館などにも出展し、国際的な評価を得た。オルガの作品は、 皇帝フランツヨーゼフ一世に買い上げられ、1905年には国家金賞も受賞した、ウィーンで死去した、ウィーン中央墓地に眠る。ありがとうございます。